ース5号艇松山祐希、大外に6号艇丹下武史。3対3、1番2番3番4番5番6番の並び。スタートしました。サンライズ V 戦の第1レース、1号艇の島川がいいスタート。4号艇の三河も出ていきます。逃げる1号艇の島川光雄、2号艇の岡部が刺す。握って回った3号艇の安藤、逃げました。1号艇島川トップ。スタートは前提正常でした。先頭1号艇島川光雄、2番手は2番3番4番がもつれて2マーク。トップ1号艇の島川が折り返します。2番手4号艇の三河が先行して刺した2号艇の岡部、2号艇の岡部が2番手リードを奪いました。その後ろ3番手は3号艇安藤と4号艇の三河が競っています。レースは2周目。先頭は1号艇の島川光雄、2番手は2号艇岡部隆と向こう正面へ、3番手3号艇の安藤、4号艇の三河と競り合いながら抜け出してきました。4号艇の三河隆明が3番手リードを奪っています。上位3艇が1番2番4番です。2周2マーク、先頭で1号艇島川光雄、2番手に2号艇岡部隆、3番手4号艇の三河隆明、上位3艇1番2番4番、その後ろ3号艇安藤浩二、6号艇丹下武史、5号艇松山祐希です。最後のバックへ先頭1号艇島川が抜けます。2番手に2号艇の岡部、3番手4号艇の三河、さあ2番手3番手ちょっと定冠詰まってきました。2号艇の岡部に対し詰める4号艇の三河、最終コーナーです。先頭はリードをしっかりと奪っている1号艇の島川光雄、期待に応えます。さあ2番手2号艇の岡部隆が回って刺す4号艇の三河隆明、どうでしょうか。2番手は2号艇の岡部がリード、まもなくゴール。先頭1番五輪、2番4番五輪、3番五輪、6番五輪、5番五輪、以上前提五輪しました。そして5コース、昨日初白星上げた5号艇鶴田功、大外に6号艇服部剛、1番2番3番4番5番6番。スタートしました。サンライズダブル戦の第2レース、1号艇の小池哲也がいいスタート。4号艇の郷原も出ていく1マーク。逃げる1号艇の小池哲也、刺す2号艇の福田治、さらに4号艇の郷原翔平、逃げた1号艇の小池がトップ。スタートは前提正常でした。先頭1号艇の小池哲也、2番手は2号艇福田と4号艇の郷原が並んで2マーク。トップ1号艇小池哲也、2番手2号艇福田、4号艇郷原と競ってホーム直線コース。2号艇の福田治が2番手リードを取っています。その後ろ3番手4号艇の郷原を捉えている5号艇の鶴田。レースは2周目です。先頭は1号艇小池、2番手は2号艇の福田、向こう正面へ、3番手の争い5号艇の鶴田、4号艇の郷原と向こう正面抜け出していきます。4号艇の郷原翔平が一歩前出ました。5号艇の鶴田4番手の位置、2周2マークへと移ります。先頭は1号艇の小池哲也、2番手が2号艇福田治、3番手4号艇郷原翔平、上位3艇は1番2番4番。レースは最終周回です。後続5号艇鶴田功、さらに後ろは6号艇服部剛と3号艇富永秀一が並走。最後のバックへ先頭は逃げました。1号艇小池哲也、2番手に2号艇福田治、3番手4号艇郷原翔平、1番2番4番。この決着3連単のオッズ 7.1 倍です。最終コーナー先頭1号艇小池哲也、2番手に2号艇福田治、3番手は4号艇郷原翔平。第2レースまもなくゴールです。先頭1番五輪、2番五輪、4番五輪、5番五輪、3番6番五輪、以上前提ゴールインしました。5コース、地元5号艇青木幸太郎、シリーズここまで2勝の活躍。大外は地元のルーキー6号艇藤森陸人。3対3、1番2番3番4番5番6番の並び。1秒前スタートしました。
進入固定の第4レース3番ちょっとへこみました。他5艇が出ていきます。1マーク逃げる1号艇の川崎、4号艇の木山が逃げる、刺す2号艇の新井に5号艇の青木、逃げた1号艇川崎がトップです。スタートは前提正常でした。先頭1号艇川崎、2番手に5号艇の青木、3番手は2号艇新井が続いて2マーク、トップで1号艇の川崎智之、2番手に5号艇の青木幸太郎、3番手は2号艇新井秀隆、上位3艇1番5番2番、レースは2周目です。先頭は1号艇の川崎智之、向こう正面2番手に5号艇青木幸太郎、3番手は2号艇新井秀隆、上位3艇は1番5番2番、その後ろ6号艇藤森陸斗、4号艇木山和之、3号艇宮崎進となっています。2マーク先頭で1号艇川崎折り返します。2番手が5号艇の青木、3番手2号艇の新井、1番5番2番の上位体系でレースは最終周回へと入りました。陰線しっかりと押し切った1号艇川崎智之、最後のバック期待に応える走りです。2番手が5号艇地元の青木幸太郎、3番手2号艇新井秀隆、1番5番2番、この決着ならば3連単のオッズ 24.3 倍です。最終コーナー先頭は1号艇の川崎智之、今日はこの後10レースも再登場。2番手5号艇青木幸太郎、3番手2号艇新井秀隆でゴールとなります。先頭1番五輪、5番五輪、2番五輪、6番4番3番五輪、以上全艇ゴールインしました。2コースは近況絶好調の2号艇前本康和、今年オール輸出中、さあ4度目の V をかけて、3コース3号艇の古澤光則引いていきました。3角戦船足は完璧に仕上げています。地元の古澤3角、4コース地元プールで好レース披露してきた4号艇音藤聡、5コース久しぶりの優勝をかけて5号艇藤田康弘、大外は6号艇古川健、競り勝っての優出、2対4です。1番2番3番4番5番6番の並び、スタートしました。優勝戦の第12レース、1番2番3番4番と出ていきます。さあ1マークの攻防戦、逃げる1号艇の大平義明、3号艇の古澤光則がまくり刺す、向こう正面1番3番並走、スタートは前提正常でした。うち3号艇の古澤一歩強め、アウト判定審査に1号艇大平義明、その後ろは5番2番4番6番と続いて2マーク、トップで3号艇の古澤が折り返します。刺す1号艇大平でしたが入れず、3号艇古澤光則振り切れました。単独のトップ水がいて2番手競り合い、1号艇大平対5号艇の藤田、レースは2周目です。トップ構想は3号艇の地元古澤光則、向こう正面へ。さあ2番手争いは5号艇の藤田が先取る、刺す1号艇の大平、1号艇大平義明が2番手リード、5号艇の藤田康弘3番手、上位3艇は3番1番5番です。その後ろ2号艇前本、4号艇音藤、6号艇古川と続いています。2マークトップで3号艇古澤光則、2番手1号艇大平義明、3番手は5号艇の藤田康弘、上位3艇3番1番5番、レースは最終周回へと入りました。地元3号艇の古澤光則優勝見えました。最後のバックへと抜けていきます。そして2番手に1号艇の大平義明、3番手が5号艇の藤田康弘、上位3艇は3番1番5番、この決着3連単のオッズは 78.4 倍、完璧に仕上げた船足でラストの決戦やってのけました。地元プール V ゴールは譲れません。芦屋は2度目、自身は8回目のシリーズ頂点へもう目前、3、1、5の上位体系で間もなくゴール、先頭3番古澤優勝の五輪、1番大平五輪、5番藤田五輪、2番前本五輪、4番音藤五輪、ラストは6番古川五輪、以上優勝戦全艇ゴールインしました。見てきます。4番5番6番と後方に下げました。
門線4コース4号艇の北川太一、今シリーズ3日目には4門線まくり出した勝利もあります。5コース5号艇の浦上拓也です。6コース6号艇茶谷真嗣、前半抜きでの勝利は今シリーズ4勝目を挙げています。枠なり3対3でスタートしていきました。4番5番6番とダッシュ勢が少し覗く。さあ角からの動き、4番内に行きましたが3番2番1番と競りますが、それでも押し切ってまくって4号艇の北川先行、追走には1号艇の坪口、5号艇の浦上が並んで向こう上面構想、後ろ差がなく2号艇の正木、そして6号艇の茶谷、最後方3号艇の渡辺となりました。スタートは前提正常、4号艇の北川トップで2マークを返しました。2番手で戻ってきたのは1号艇の坪口となりました。3番手の方が今度5番6番の接戦になっています。追い上げてきた6号艇の茶谷、外は5号艇浦上と並んでレースは2周目第1ターンマークの旋回です。外枠2艇の3着争い、内を通り6号艇茶谷先行、5番は素早く内に繰り返していきました。差した5号艇入って、外は6番と並んだままトップは4号艇の北川、追走に1番坪口で前2艇が大きく抜けました。まだ3番手の方、5番6番の接戦続いています。2周目第2ターンマーク、接戦から内5号艇の浦上咲舞、6号艇の茶谷は今度差し返す展開で、またやはり並んでいく2艇です。先頭4号艇の北川太一、4角線ここは一気の押し切りまくり切りでトップに立ちました。追走1号艇の坪口、そして3着争い5番6番6番5番の接戦、 3C1 マークを運んで6号艇茶谷が先行しています。上位体系は4番1番6番416、離されて4番手5号艇の浦上、後方2号艇正木、そして1マーク展開悪かった3号艇渡辺、最後方になっています。4番1番6番は3連単オッズ 74.6 倍を示しています。先頭4番北川ゴリ、2着1番坪口、3着6番茶谷、続いて5番浦上ゴールイン、2番正木ゴールイン、3番渡辺ゴールインです。